皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日も中野裕二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います久保日新聞公読賞契約ここでね一旦動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条をお読みください とても重要なことが書かれてますので一語一句お読みいただきましてどこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら <laughs> この動画を見るのをやめて他の人,他の,人の動画を見てくださいすべ、えー、ての文言において承諾できるとう思った人だけこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう2019年4月5日金曜日暗号資産草イ院中野研究会 今はね、朝の4時38分なんですね。で、まだ外は真っ暗なんですけれども、あのちょっとね、仕事がね、あの、終わらなくてね、全然。はい、<laughs> 全く寝れない日々が続いております。それでね、今日はね、何をやるかとを言いますと、これですね、この青い字のところなんですが、 またカロス・ゴーンさんがね、再逮捕されちゃったんですよ。タイミング良すぎるんですよね。ビットコインが上がってきたよと。どこまで上がるのかな、ね、また70万、80万、最低限のところ回復するのかなと思ったところでの再逮捕。そしてね、楽観視できないですね。前回と同じですよ。前回も楽観視してたらね、 あっという間に35万まで行きましたからね、半額。で、今回ね、ひょっとしたら、あの、えー、でゴールドマン・サックスの社長が言ってたけど、13万円で行くんじゃないかというですね、悲観論まで出てるってことですね。で、どういうことかということをですね。で、あと資料作ったんですけどね、とりあえず状況だけでも把握しておきましょうか。 これはね、財布なんですが、財布の1時間足ですね。っぱ落ちてんですよね。で、これ、いつから落ちて、出したかというと、まあ、昨日のですね、7月4日ですよね。昨日の朝6時ですね。カルロス・ゴーンさんの逮捕、まあ、任意同行 <coughs>、任意同行のニュースが流れたんですよね。朝の、まあ、NHK ニュースとかね。あとは、 モーニングサテライト、モーサテチャーナルとかね、流れてから落ちてるんですよ。わかります何が言いたいか。カルス・ゴーンさんが逮捕されてから落ちてるんです。はい。で、これ、どこまで落ちるのって言ったら、えっ、ー、と、草子ン新聞をね、あの、報読されてる方には、えー、昨日の昼間ぐらいには伝えたんですが、まあ、私の、あの、シンジケートの、 話によるとねまあ僕はあの、えー、かつてね、えー、三菱電機、三菱商事にいましたから、えー、三菱財閥っていうのはもともと坂本龍馬が作った、えー、日本初の株式会社ですよね。はいそれで、ね、<coughs> 延長線上ですね。神山社長なんですよ。神山社長なんです。三菱,財三菱って 神山社長なんですけどで、坂本龍馬が暗殺されてしまって、でじゃあということでね、あのー、高知のね、高知の容堂、容堂のところにいた、えー、っと、岩崎彌太郎、ボケーとしてましたけれども、岩崎彌太郎にね、じゃあ、龍馬、社長死んじゃったから、まあお前やるかと。お前やれと。お前しか、もう他にいねえから。 頑張ってやれっていうことでもともと坂本龍馬ってもう人望厚くてね頭が切れて行動力あるとそのね人がいなくなってしまったのでまあ、岩崎太郎が引き継いだわけなんだけどももともと坂本龍馬っていうのはねあのー、長崎のですねえー、っと、えー、グラバーがいましたよねグラバー、えー、キリスト教のね キリスト教布教活動ということで、えー、長崎だっけ、えー、とにかくあそこら辺にいてです、ね、グラバー園、グラバー庭ていうのを作ってやってましたけども、まあ、本当はね、それは、えー、と表向きであって、裏ではですね、えー、フリーメイソンが動いててね、そで、えー、武器の輸入拠点にしたわけですよね。で えー、まあ、今でもやられてますけども、日本とか全世界のことやられてますけど、武器商人っていうのはね、えー、対立させるんですよ、今まで仲良かった人たちを、まあ,あの、ネットでもそうですけど、今まで仲良かった人たちに、お互いにね、飯呼んで、ですねこんな悪口言ってたよ、あんな悪口言ってたよって言ってねあの、タレコミするんですよ、でそんなことないんだけど、それで、ね、お互い怒らせてしまって、喧嘩させるんですよ。 それでいい武器持つ方が勝てるよってことで、お金に止めをつけ,つけさせずにですね、武器を買わせると。これ金融でも同じことやることあるんだけども、これダムを作るときも一緒だしね、ダム、ダムを作るの、反対とかね、賛成とか政治的、政治的な動き、あとは経済的な動きは全部これをやってですね、 大企業っていうのはこういう悪いことをやってですね、大きくなってきたんだけども、それでグラバーっていうのはもともとはフリーメイソンの一名ですからね、でフリーメイソンがいいとか悪いとか、フリーメイソンと私,私かどうか分かんないけど、メイソンリーっていうのは違いますからねあの、勘違いしてるなんとかさんっていうのがいたけれどもあの、ちょっとね、勘違いしないようにしていただいたんだけど、私が属するのは、えー、っと、全人類のね、 霊的成長を促すための組織であって、それは崇高なんですよね、えー、あの、あの、オリオン、なんだっけな、<laughs> オリオン勢団、評議会とかね、まあいいや、それやめとこう。<laughs> やめといてですね、<laughs> 今回のビットコインどこまで落ちるのという話なんだけども、これね、えー、まあフランスとかね、いろいろシンジケートに聞いたんだけども、 落っこっちゃうかもしんないね。また、45万とかうーん、40万円とかね、36万とか。ちょっとわからないですけど、非常に厳しい状態が来てると。はい。それで、今ね、こう、いや、今、惜しみなんだって思ってる人いっぱいいるんだけど、それでね、あのテクニカルチャート分析をしてる人なんかもいるんだけれども、 あのドル円でも株でも全部一緒なんだけど、まあネームなんか顕著だね。もう戻すこれ百これ100%で。100%戻しになるかもしれないね。それで、これはね、テクニカルチャート分析っていうのは、ファンダメンタルの結果としてテクニカルが当てはまるんだけど、テクニカルが当てはまるまあ例えばさ、移動平均線とかね、えー、一目均衡表とか、あとマックデイとか、ストキャストとかい、いろいろあるんだけど、結果だから全て。結果、結果、 こういうふうに分析したら当てはまるよねって、強引に人間側がね、人間のエゴイズムで考えてるだけで、すべては、すべてはファンダメンタルで動いてるんですよ。ファンダメンタルで動いてるんです。だから、テクニカルチャート分析をやったって、未来は見通せないんですよ。だからね、テクニカルを見て、次は何月何日にいくら上がるとかね、下がるとかね。 いや、あんまり意味がないんだよね、これはね。それは株でも為替でもやってた人はよくわかると思うんですけどね。で、これ、おしめなんじゃないかと思ってる人は、えー、ちょっと危険だよね。うん。じゃあ、どんなファンダメンタルがあるのってことですよね。どんなファンダメンタル中野さん持ってるのってことなんですが、まあ、あの、Yahoo n e なんかっていうのは、えっ、ー、と、ニューヨーク、えっ、ー、と、ビットコインが、 急騰の間4ヶ月ぶり高騰で一時50万円とかね。僕、えー、ぼ、やとしたこと言ってますよ。ビットコイン一時500 5000ドルを上回るエイプリルフールが関係してるとか、そんなわけねえだろと。そんな、エイプリルフールで上がるわけねえだろと。そんない言いたいですよね。こっちはお金かかってんだから、もっとちゃんと分析しろと。いうことなんでございますが、 えー、仮想通貨の冬、終円化、ビットコイン急騰1500300 50ドル回ると、いうことなんですが、でビットコイン急騰の陰にヘッジファンドのアルゴリズムがあるのかないのかと、ということなんだけども、これね、あのー、まあ、これはね、信じる信じないは、皆様の自由なんだけども、4月になったでしょ日本が。ね、それで、この D カレット、例のですね、D カレットの、 営業が始まるわけですよ。営業がね、6月に始まるわけよ。そうすると、両替用のビットコイン必要でしょうか、仮想通貨が。だから、あの電通が買ったのは、このデイカレットが買ったんだよね。<laughs> まあ、いわゆる電通が買ったんですよ。ビットコインを。ほんでさ、こんだけね、えー、っと、まあ、JR ってすごい大きい会社だからね、三菱電機なんとか三菱商事なんかへ目じゃないから。 あの、総資産も何兆円と思ってるからね。都市建物、線路。うん。あと銀行。銀行なんか見じゃないからね。JR でかいからね。<laughs> はい。あとは、これ、この全部を従えてるのが電通だよってって、電通がさ、一番下の真ん中にドカンってえててるんですよ。で、この D カレンタの D は電通の D だけですからね。置かないですよね。 で、この電通が、あまあ、111億円のビットコインを買ったわけですよ。そうしたら世界中の個人投資家、まあ、あとは、ヘッジファンドが釣られて、怒これあかんじゃねえかっつ言って、その予備分につにですね、引っかかって、まあ、2兆円、<laughs> 2兆円か2兆5千億円ぐらいが入ってですね、仮想通貨全体的にですね、価格が上がったと、いうことらしいですね。 まあ、それでこれは嘘か、まあことがわからないし、私のね、この動画を見てですね、投資判断の材料にはしないでいただきたいし、そういうふうに、えー、1条から7条の大利用、えー、利用規約には書いてありますから、えー、そういうことなんでございますが、私のね、えー、あっち系のですね、あっち系の、えー、分析官から,のからのですね、情報によりますと、こういうことなんですよ。 まあこれ本当にあれですよ、まあ、無料で情報提供するというよりは、本来ならば、えっと、草子新聞の方に載せるんですけども、草コイン新聞の購読者の方には、もう、昨のの段階でもう1日、24時間前にはもう発表されていてるのでね、僕の方が、いいかなと思いますが、だから草コイン新聞の人はですね、購読者の方は、もうすでにショート、ショートポジションにいてます。 ちょっと待ってください。まずフランス警察はいますよね。フランス警察が何をしたかということですね。<coughs> はい <coughs>。皆さん知ってる JOC の武田会長。JOC の武田会長を、まあ、捜査継続で起訴有罪もしようとしているわけですね。で、これ何なのかと。JOC 武田会長何なのかということなんですが、えー、ちょっと調べてみようかな。 武田会長、今何やってるかというと、えー、五輪招致で回収の疑惑が立ってるよということですね。で、まあ、武田会長は名誉職なんで、名誉職なんでね、<coughs> まあ、東京オリンピック、パラリンピックをね、えー、東京に呼び寄せるために、えー、あるコンサルティング会社に2億,円2億何千万払ったと。 いうものに対してはですね、えー、そんなの知ったこっちゃねえよと。知ったこっちゃないし、ただの、日本オリンピック委員会の会長で名誉職ですから、あ実務はですね、誰か違う副会長とか専務とかがやってたと思,と思うんですね。ただし、えー、ただしですね、この、フランス警察がね、やっぱり許さないんですよね。 フランスっていうところはね、非常に恐ろしいところで、表向きはですね、えー西、西側諸国についてるんだけど、精神的にはね、共産権なんですよ。で、皆さんご存知の通り、えー、世界のね、その、えー、まあ、なんていうかな、アメリカ、ロシア、中国、 イギリス、そしてフランスですよね。5つの国ありますよね。世界をやってるね。国連のね。それの中の、で、まあ、西側がアメリカ、イギリス。えー、東側がロシア、中国ですよね。で、2対2。投票は2対2。票はね。で、真ん中にいつもいるのがフランスなんですよ。で、フランスが動く、どっちかに動けば世界が動いちゃうんですよね。で、フランスっていうのは本当に、 えーまあ、あの第二次世界大戦の,の時の戦勝国でもあるんでね、日本に対しては、まあえー、上目遣いですね上目遣い、下目遣いというか、日本なんか、うん、負けたんだろう、お前らということと、やっぱりある時は西側でもあって、ある時は東側でもあるわけですよ。非常に気をつけなくちゃいけないっていうの、まあ、皆さん知ってますよね、そんなのね、学校で習ったよね。それで、JOC <coughs> だけで会長許さんよと。 賄賂、うん、を渡してね、東京オリンピック、パラリンピック、ダメだよと。で、今更撤回はできないから、東京でね、やるってこと撤回できないから、えー、武田会長、まあ、起訴してね、有罪だから、執行猶予つくかね、えー、それか、刑務所入ってくださいよということになってるらしいんですよ。で、武田会長って何なのかと、なんだどういう人なのかということなんですが、 これねびっくりですよ武田会長はね、本当はね、やりたくなかったわけですよね。あのウィキペディアによるとね、武田会長っていうのは、えー、っと、旧皇族ですね。えー、で、今のですね、あの平成天皇の鳩子にあたるんですよ。で、まあ、いわゆる宮内庁の宮様なんだよね、今でもね。 えまあただ旧皇族ですから <coughs> えー、まあ宮様っていうか <coughs> 旧皇族なのでねじゃあ今皇居に住んでるかとか赤坂行商に住んでるかっていってそういうじゃないんだけどもまあ学士園も行ってないんで慶応行ってますからねえっと違うんだけれどもただやっぱり宮内庁管轄のですね やっぱり人,人物であることは確かであるし、えーまああのまあ、いわゆる日本の名誉職ですよね、例えば、えー、と日本赤十字だったら皇后陛下が名誉会長や,やられてますよね、それと一緒で、まあ、こういう、まあ、名誉職、まあ、非常に大きな名誉職であってですねあのどっか政治家が会長になっても全然だめだと。 あの、収集つかないし、えー、どっかの経済人、有名人、えー、がなっても全然収集つかないと。えー、特にオリンピック競技なんていうのはどう、うちのね、あの競技をオリンピック競技に認定しろとかね、ものすごいその政治的、えー、経済的な圧力が高まる中で、 やっぱり、えー、日本の象徴であるですね皇族の一員の方がトップに据えるとですねみんなうまく収まるとそれは分かりますよねなので <laughs> まあ今でも一応宮内庁管轄の方であることは確かだよねでやっぱりさあのー、宮内庁っていうともう天皇陛下宮内庁だからで宮内庁って どういうういいととところかというとですね皆さん知らないかと思いますけど、日本の,あの中央官庁はあの、宮内庁が一番トップなんですよ。あの財務省でも、ね、金融庁でも何でもないんですよ。はい、宮内庁がトップで、えー、日本のトップは天皇陛下ですからね、今でもね。省庁なんだけど、一応中央官庁と,してはとか国会議員としては天皇陛下が一番ですから。 でその天皇陛下のお世話をしているのが宮内庁だと。で宮内庁から外務省経由で交渉するもフランスは拒否すると。もう武田会長、うちのね、日本の看板息子なんだと。ふざけんじゃねえと。ね、王族であり皇族だと。フランスだと王族だと。ね、捜査なんかするんじゃねえと。言っても拒否ということで、全面戦争に今発展しているわけですよ。 で、じゃあ、まあ、宮内庁が、あの、ね、霞ヶ関、日本の中央官庁のトップですから、宮内庁がね。まあ、天皇の陛下がトップだからね。宮内庁がトップなんですよ。奥の院中の奥の院ですよ。で、宮内庁が、あの、起こったら、すべての省庁が協力するわけ。それで、まあ、いわゆるさ、あの、警視庁が、<laughs> 警視庁とか公安委員会がカルロス・ゴーンさんを逮捕したわけね。カルロス・ゴーンさんはフランスの顔である人物。フランスの顔中の顔ではね、世界中の何十億人っていう人が知らない人はいないんだよね。カルロス・ゴーンっていうの。で、フランスを貶めると。で <coughs>、これでどうだと。で、お互いに人質取ったぞと。だから、武田会長はね、まあ、これは歩くまでも憶測だから、まあ、これによってね、ビットコインの価格はどう残るのかっていう、 その、投資判断には使わないでいただきたいし、まあ、政治的な思想、信条とかね、こんなの嘘だとか、いかさまだとか、そんな、<laughs> そんなことを言う必要もないわけですよ。これをただの推測だからね。で、カルロス・ゴーンさんを逮捕したと。で、こフランスは JOC の武田会長を逮捕するよと。身柄拘束しちゃうよと。いや脅しかけてるわけですよ。それで,で、カルロス・ゴーンさん逮捕されたから、 おい,おいじゃあもうこっちはこっちでねやるよと反撃するよともう一回それで今回の電通なんで電通出てきたのかっていうとですね <laughs> このオリンピックのオリンピックって JOC は何もできないんですよねでもともとオリンピックを東京に呼び寄せてたのも、えー、日本を 日本オリンピック協会も何もできないですよ。もともと企画からですね、あのネゴ世界 <laughs>、国際ネゴシエーション、あとはあのロビー活動とかね、やってるのは影、影の政府、電通なんですよ。影の日本政府、電通なんですよね。はい。ま商社マンもできないですよあの。東京、オリンピック東京に持ってくるなんて、三菱商事とか伊藤忠とか、住友商事とかできないですよ。丸紅とか。はい。電通なんですよ。 電通は影の政治家、影の外,あの外交官ですからね、やばいですよ、本当に。で <laughs>、東京オリンピックのですね、す、え、べ、ー、て企画から運営、すべて取り仕切ってるのは電通なんですよ。電通っていうのは、本当にコンサートとかの取り仕切りもやるんです上うまいんですよ、電通とか、博報堂とか大広とかね。 まあ、浅津 DK なんかもありますけど、上手いんですよ、とにかく。何でもできちゃうわけ。あの、テレビ CM とか広告だけじゃないんですよ。あの、野沢駅地のね、<laughs> 横浜の日産スタジアムの5万人のね、えー、コンサートなんかもね、あの、鼻くそをじきながらね、簡単にね、取り仕切るんですよ。で、それはじばじばの、あの、有力者とかね、なんとか団とかね、いろんな人たちがいるんだけど、あの、世界的にですね、そういう裏の、 組織、闇組織の人たちとね、通通なんですよね。で、もちろんフランスも通通だし、世界の、なんとかフィアとかいるでしょそれも通通なんですよ。だから、あの、そういう大きな工業ですね。えー、工業、まあ、ボクシングの工業とかね。えー、まあ、すべてできるわけ。まあ、そういうところの裏には、じばじばの人たちに人気を切らなくちゃいけないんだけど、それがうまいんだよね、電通ってね。 でだから世界的にもう有名になっちゃってるんだけど、この電通潰しをフランス当局、フランス政府がやってるよと。で電通ね、だから東京オリンピックは電通なんですよ。電通が取り仕切ってるんですよ。だから建物とかね、代々木の、えー、<coughs> 建物をね、また建て直そうとかね。 で、あれはいくらか督五と5000億かかるんだとかね。政治家国会議員とか国土交通省全部動かしたら電通ですよ。全部が企画設計。で、日本設計にね。日本設計に設計書を出させて。で、全部その何千億円とか何兆円かあ。あとはどこどこのね、ヨット、ボートの会長をあそこにする、ここにするとかっていうのは全部電通なんですよ。はい。あの、JOC はできないです。JOC はもう公務員みたいなものだからできないですね。 あと誰ができるのって、あの、総合商社の、ね、憧れてる人いるかもしれないけど、総合商社ってね、ただのね、商のですから、営業マンでね、頭パパラパ,パパラパパ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 パ マッキンゼーとかね、僕も一緒に働いてましたけど、できるのかさできないですよ。彼らはエリートですから、そういうね、黒いことはね、手に染めないし、分かんないんですよ。かんないエリートだから、えー、お日様のもとでしか働いたことない人たちなんですよ。野村総研とかボストンコンサルティングとか、あとはマッキンゼーとかね。もう全然ダメです。<laughs> で 表も裏、夜も大得意なのは電通ですね。白報堂はちょっとダメかもしれないね。朝通も、ちょっと広告とかでしょ。うん、CM とかでしょ。電通はね、何でもやるんですよ。工業が大好きなんですよ。工業が。うん。だから大川工業みたいなもんでね。あの、表も裏もね、人脈よく知ってて、じばじばでいるでしょ。世界中に。そういうのがね、すべて、 通通なんですよね。で、この電通が、今回、まあ、あの、これ全部、憶測ですからね。D カレットっていうね。まあ、あの、日銀の代わりに、日銀が潰れて、えー、電通が、えー、銀行になるって話でしょ今回。で、このーカレット、覚えてますよね。ーカレット、これパンゲアタリックですけど、まあ、世界一つにすると。で、電通ができるのかと。ひょっとしたらできるかもしれないと。 電通なんですけどね、もう、もうこれだけの会社をね、市長に収めたっていうか、もうすべての日本の企業市長に収めてますよ。で電,通電通に嫌われたら CM 出せないですからね。はい、あ、テレビ CM 出せないと。そうするとテレビに、あの商品出てこないな、カメラのおせんべい出てこねえなとかね。 あのガソリンスタンドの CM 出てこねえなとか、車、例えば三菱自動車の車の CM が、もう一切電通に嫌われると出せないですから、そしたら三菱自動車倒産しますから、そんな自動車会社あったっけってことですね。で、インターネットにも出せなくなっちゃいます。電通、インターネットにも支配権持ってますからね。そうすると、この世から抹殺される Google みたいなもんなんですよ。で、o g l e はただの、あの、まあ、テレビ局みたいなもんだね。 あの、広告を出すインフラ業者が Google だから。そこに、あの、<coughs> CM、宣伝コンテンツを載せるのはあくまでもまだ電通なんですよね。で、ですから、電通には逆らえないんですよ。日本の企業。はい、NHK も電通に逆らえなくなりましたからね。支配下に置かれました。電通に逆らえるのはもう宮内庁しかないですよ。宮内庁、宮内庁しかないですよ。もう 逆らえるっていうか、電通の上にいるのがね。まあ、天皇陛下だけですよね。それで、今回フランス政府が、警察が電通潰しと。でまずは D カレット潰しということで、D カレット潰してやるわ、っつって、えー、フランス政府が、えー、ビットコインのですね、空売りをかけましたね。フランス当局がね。フランス政府がビットコインの空売りをかけて、えー、まあ、いよいよね、じゃ日本の、 日本のですね中央銀行、日銀をまあ電通に変えるっていうね、いよいよその時にでしかもほら4月1日から外国人の <laughs> 労働者ビザの発行が軽くなったんでね、軽くてなくなったんで、えー、特に東南アジアの労働者がね、今、電通の企画案を通してですね、たくさん日本に来て4月から働きますよね、日本でね。まあ実際6月か7月ぐらいからですけど、 それで支払い、給与支払いを、まあ仮想通貨でもいいってことになりましたよね。これ全部電通なんですよ。厚生労働省を動かしたり、外務省を動かしたりって日本の中央官庁のやること,と、なすことまあ全部電通ですからね。<laughs> いや、これはあくまでも憶測にしといてくださいよ。で、それで、あの、はい。労働者外国、外国人労働者の給与は、あの、仮想通貨で支払ってもいいっていう法律がもう通ってますから。 電通案がねでそれで D カレットであの外国人はみんな D カレットの口座を持ってでここでビットコイン,かビットコイン買って、まあ、企業はビットコイン買ってここで D カレットでで従業員のこの D カレットの口座にビットコインをバラマークと毎月ねバラマークで従業員はビットここでねビットコイン買ってビットコインもらうでしょ で、それを、まあ、ノアコインなのか、いろんなこといろんなコイン扱うから、これから。で、それで送金すると、自分のね、え親が住んでるとか、家族が住んでる、えー、ところですね。で、まあ、皆さんご存知の通り、仮想通貨っていうのは、サーバーがいらないですから、ピアトゥピアネットワークのブロックチェーンですからね。だから、まあ、家族とかね、神さんのスマートフォンに送金すれば終わりですよと。 いうことですあとは、まああのグーグルの方がね、Gmail、<laughs> Google メール、Gmail で、Gmail 添付してですね、えー、っと、リップルを送れるっていうですねサービスを今もう開発してます。なので、えー、あれですよ、G、Gmail、メールアドレスで <laughs> 仮想通貨が送れるようになりますから、ウォレット ID が何,桁何番でなんて分かんないじゃないですか。なな っ番号があってねでも Google メールだったらもうね、あのー、スマートフォンのですねえー、っともう登録されてますよねスマホの電話番号と一緒にメールが登録されたりあとは SNS とかね LINE なんかにも登録されてますから、えーまあ、あのそれでね Gmail でリップルが送れるとかね まあこれから Gmail でノアコインが送れるとか、ビットコインが送れるとかってなると思いますよ。まあそういうふうに、まあ電通企画ですからすべてになるのでね。で、これすごいでしょこれ全部仮想通貨になっちゃうから。日本とか世界はね。ということで、今回やられましたね。フランス政府にね。電通のディーカルト潰しと。まあ電通潰しですよ。で、電通 JOC ですから。で、武田会長ですから。で、まあ宮内庁経由で日本政府。まあ宮内庁が警視庁。 特捜部動かしてねあ検察庁か。検察庁の特捜部動かして、から逮捕したけど、やめろと。やめねえと、え武田さん逮捕と、電通潰すよと。まあ、こういう、ね、図式がね、えーまあ、出てきてるよっていうことを、えー、私の、まあ、僕がねあの、分析官じゃないですからね、なんか間違ってる人いますけど、あのなんとか、ね、C の I の A の分析官じゃないですよ。はい、僕は民間ですから。 ただ、僕は、セキュリティの仕事をしてるんでね、そういう組織と一緒に仕事をしてることは確かだから。だからそ、その発言をしてるわけであって、僕自身が、じゃ官僚なのかと。官がつくね、あの公務員なのかと。公務員じゃないから、僕は民。民間人だからね。ただ、あの、僕が分析官と言ってるわけじゃないからね。僕と一緒に仕事してる人が分析官なわけであって、そこからの情報を出すよって言ってるだけである。 はいということで、こういうこと。じゃあ、あのビットコインってどうなんのと、下がんの上がるのと。ということなんですが、まあ、先ほどから言って通りね。ドドーンって感じかな。まあ、だから、すべては、えー、と、あれですね、まあ。この図式を見ると、そうだね。まあ、宮内庁が、まずカルロス。あの 検察,検,察検察庁を通してカルロス・ゴーンさんの捜査もやめると、うん、やっぱり無罪でした、すみませんと謝るか、そしたらまず電通が、人質が、電通のディーカリと潰しはなくなる、そうするとビットコインは上がってくる、あと JOC、武田さんどうするかですね、まあ、一つは、ごめんなさいし、まあ、今回ね、ごめんなさいして武田さんを退職に追い込んだということで、宮内庁はすごい激怒していると。 はいなぜかというと、まあ、あの宮内庁がついてるにもかかわらずね、皇族の一員だった人を守れなかったということで、今は中央官庁から宮内庁叩きが、宮内庁の何なんだと、ったきが行われていると。宮内庁もメンツ潰されたし、えー、天皇一族もメンツ潰されたということで、じゃあ、竹山 <coughs>、まあ、さん、辞めてね、で終わるのかと。で終わんないで辞めてもね、これ捕まったらどうすんのと。で、 最終的にフランスの、ね、刑務所に入れられたらどうするのって話になってるから、じゃあ東京オリンピック返そうかと。<laughs> あの、ね、あの、日本の天皇、うん、ね、大和朝廷から始まった天皇、えー、何百年というね、まあ、千年超えるか、えーっと、そういう歴史の中で初めてですよ、犯罪者出しちゃったの。 出すかもしれない。じゃあ、東京オリンピック返せばいいじゃないけどね、天皇、何千年続くね、まあ千何百年か何百年続く、えー、天皇のね、名誉のために、東京オリンピック返してもいいんじゃないかって話まで出てるわけですよ。うん、そうすると、また電通潰しですよね。いや、電通、どうなってんだよと。どうなって、ふざけんなよ俺が全。俺たちが全部企画して何やってんだよと。いうことで、まあ、 ゴタゴタになっちゃってるよってことですね。まずはカルロス・ゴーンさんを釈放して、まあ、無罪、方面と。そうすることによって、電通が、まあ、釈放されて、ディカリットがつぶ、ディカリット潰しがなくなって、ビットコイン価格が上がってくると。あとは JOC、武田さんを無罪にさせるためには、東京オリンピックを放棄するしかないということになってる感じですね。まあ、どのみ、まあ、日本としては非常に えー、大変な道を歩む可能性がありますが、まあ、あの悪いことしてね、悪いことし,したらいけないですよ。うん。悪いことしてさ、やったやったっ,つってね、東京オリンピックこっち来たとかね、えー、営業取ってきたとかね、えー、で悪いことをしたら、あとでね、やっぱり償わなくちゃいけないですよ。だからやっぱり全部戻しにくかもしれないですね、これ。 だから、ビットコイン FX やってる方十分に気をつけてくださいね、これね、うん。あと、ガチをされてる方もね、十分に気をつけないといけないと。だから、区内庁がどう判断するかですね。うん、リプルも全戻しですかね。36円ですからね。はい。ということで、あの、なんかこう、テクニカルチャート分析して、上がるとか下がるとか言ってる人いるんだけど、あの、それ意味ないからね。はい。あの、株も為替も先物も FX も、 えっと、<laughs> 仮想通貨もか。えー、っとね、すべてね、ファンダメンタルなんですよ、要因は。ファンダメンタルで全部動いてるんで、<laughs> ファンダメンタル分析をしなくちゃいけなくてね。ファンダメンタルっていうのは、あの情報なんですよ。すべては情報。正確な情報、そしてし素早い情報ですよね、はい。1年後にね、その情報もらってもしょうがないから。だから、この情報が思ってるかどうかですよ。 こ,れもこの情報持ってるの僕しかいないでしょ。そりゃそうですよ。これはもうだってあっち系からしか手に入らないですからね。<laughs> ということで、あのー、今日はね、朝一番というか、まあ、夜というか寝てないもんですから、<laughs> この情報はいち早くお伝えいたしました。それではね、でもかなりビットコイン下がってきちゃってますけどね。ビットコイン、いしくビットコインどうですか。下がってきてますね。 眠なんか顕著ですよね。全滅ですね。もう本当に。はい。ということで、今日はこれで終わらせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。また何か質問ありましたら、えー、メールか電話、メールください。では失礼いたします。LINE でもいいですよ。